あ、剣がある。あれがクレメンテだ。選ばれし勇者たちよ、よくぞここまで来た。何それ、勇者って誰のこと？え、やっぱり俺？クレメンテロ、悪ふざけは大概にしてもらおう。悪ふざけって？なんじゃ、久しぶりに会ったのに。ディムロスは頭が固いの。ご無沙汰しております、ロー。お元気そうで何よりです。おー、アトワイトは相変わらず可愛らしいの。剣になっても。わざわざわしを迎えに来るからにはよほどのことが起こったようじゃな。実は神の目が奪われた。やはりの、悪い予感がしたんじゃ。これはわしものんびり眠ってる場合ではないの。私たちと一緒に行ってくれますね、ローがいれば心強いで。肋骨に鞭打つ見返りにたっぷりサービスを頼むぞい。アトワイトに変なことしたら私が許さないわよ。サービス、そうか、研いだり磨いたりか。剣だもんな。いや、そうでなくて、もっとこうロマンあふれるというか。デムロスよ、主のマスターは心の清い男みたいじゃの。ところでクレメンテのマスターはどうするんだ？その件は後で考えるしかない。素質のある者がいないことにはな。わしのマスターならもうおるよ。ここまでおいで、フィリアや。フィリアだって？皆さん、どうやってここまで来たの？頭の中に声が聞こえて、それに従って来たんです。声が聞こえたって、まさかそれってクレメンテの？そのまさかじゃ。私を呼んでいたのはあなたですね。主にはわしを欲する意志があった。強くなりたいと願うひたむきな意志が、故にわしの声が聞こえたのじゃ。わしは主に力を授けることができる。あとは最後の決断だけじゃ。どうする、フィリア・フィリスよ。フィリア、私は大司祭、いえグレバムから神の目を取り戻してみせます。何があっても、どんなことをしても、それが私の責任、私の義務ですから。あなたと共に戦います。私に力を、クレメンテ。やったな、フィリア。これもスターさんが元気づけてくれたおかげ。リオンさん、リオンさん、改めてお願いします。どうか私も一緒に戦わせてください。なんだよ、まだフィリアを認めないつもりか。足手まといになるなよ。はい、リオンさん、ありがとうございます。フィリア、主は確かにまだ未熟じゃ。それにか弱い。しかしそれを補ってあまりある、ひたむきな気持ちがある。わしはそこに期待しておるの。ご指導のほどよろしくお願いします、クレメンテ。それに皆さんも。こちらこそ、改めてよろしく。よろしくな、よろしく。うまい具合にまとまったな。うん、これでわしも一安心じゃ。どうせ新たなマスターを得るのなら、ピチピチの娘の方が良かったからの。ロウ、それじゃあ皆さん船に戻りましょう。ああ、そうだな。ラディスローの入り口まで戻りましょう。我らがこうして揃うのは千年ぶりになるわけか。いざ振り返ってみると、一人でいた時間もあまり長いものには思えないわね。数字の上ではわしらは皆千歳じゃ。肋骨なのはわしだけではないの。何かしらこの敗北か。それにしてもフィリア、
よく一人で奥まで行けたわね。ソーディアンなしで危ない目に遭わなかったか。これがありましたからなんとか。フラスコ？私皆さんのお役に立ちたくて新しい武器を研究中だったんです。あ、危ない！フィリアボム！一撃でモンスターを。すっげー。クレメンテは得られましたけど、これはこれで活用することにしますわ。フィリアはクレメンテなしでも十分強かったのではないか。それじゃあ海流に乗って当初の目的地を目指しましょう。あつー、何よここ、本当に気持ちいいわね。もしもしスタン、本気で言ってる？ああ、日差しが強くて最高だよな。くー、なんだか元気が湧いてきた。この男本気だわ。健康です。これからどうします？坊ちゃん、バルック基金のオフィスへ向かう。オベロン社のカルバレイス方面支部だ。そこで情報を集めるんだな。おい、バルック基金のオフィスはどこだ？すいません、道を聞きたいんですが。ありゃ、どうしたんだろう。街の人の反応が冷たい気がする。バルック基金のオフィスへ向かう。このチェリクの町のどこかにあるはずだ。フィリア・ボムね。技に自分の名前つけるってどうよ。わかりやすくていいじゃないか。俺もやろうかな。本末転倒だ。名前を考える前に腕を磨け。こんなのどうだ。スタン・トルネード。話を聞かんか。熱い。カルバレイスってとんでもないとこね。マリーさん、平気な顔してますね。なんともないんですか。パンダリアでもピンピンしてたっけ。あんた、よほど気候の変化に強いのね。わあ、マリーさんが気失ってる。ちょっとマリー、辛いなら辛いって言ってよ。マリー、どうかしたの？あ、私は何をしていたのだろう。それ私が聞きたいんだけど。記憶が戻りそうで。本当ですか、マリーさん。さっぱり戻らなかったような。あ、思わせぶりなこと言わないで。久しぶりだ、バルック。リオン、よく来てくれた。町の人間にここの場所を聞いた。いや、自力でたどり着いた。この町の住人は礼儀がなっていないな。あんたがそれを言うわけ。あ、マリー見て、向こうに可愛いものがあるわよ。どこだ？カルバレースの人々はよそ者に対する警戒心が強いからな。長年の歴史に由来する行動だよ。あまり気にしないことだ。歴史とは？カルバレース人の先祖というのは大昔にあった戦争の敗者なのだそうだ。天地戦争？そうだ。どれだけ前の戦争か知らないけど、いつまでもそんなこと気にされてもね。それは勝者の論理だな。敗者には敗者の考えがあるのだ。現にカルバレースの人々は他国に比べ生活水準が低い。長年他国に虐げられてきたせいだ。わだかまりが生じるのも無理はない。私がバルック基金を運営しているのはここの人々の暮らしを楽にするためだよ。バルックさんってすごい人ですね。そんな考え方ができるなんて。俺、こんな場所があることすら知りませんでした。何、言うだけなら安いものさ。目標達成まではまだかかる。それはそうと本題に移ろうか。ヒューゴ様から連絡も受け取って、何でも神の目とやらを探しているそうだな。そうなんです。心当たりはありませんか？
私も人を使って調べてみたのだが、今のところ手がかりはない。カルバレースに寄港した船を徹底的に洗わせては。何か情報が手に入ったら知らせよう。それまでこの町に滞在するといい。わかりました。よろしくお願いします。任せてくれたまえ。それにしても驚きだな。何がですか？リオンが同年代の誰かと仲良くしているところを見るのがだよ。仲間同士ですからね。そりゃ仲良くもなりますよな、リオン。人聞きの悪いことを言うな、バルック。僕はこいつらと仲良くなどしていない。そんな言い方ないだろう。これまで一緒にやってきたんじゃないか。命令されて仕方なくだ。本来なら僕一人でも十分だった。リオン、仲間だの仲良しだの虫唾が走る。いいか、もう一度言っておくぞ。僕はお前のようにズーズーしくて能天気で慣れ慣れしい奴が大嫌いだ。気を悪くしないでくれ。とっつきにくく見えるのは昔からでね。大丈夫です。きっといつかうまくいくようになりますよ。俺はリオンのことを好きですから、根はいい奴だって信じてます。あれで案外分かりやすいところもあるのだよ。気持ちの変化があればきっとすぐに伝わるはずだ。今の人誰だ？情報屋です。お金を払って知っていることを聞き出しました。何か分かったのか？僕たちがやってくる少し前に神殿関係者の団体が到着したそうです。そいつらは船から大きな荷を下ろし、この国の首都へ向かったとか。それってどう考えてもグレバム一味と神の目じゃないの？でもバルックさんは何も知らないとおっしゃってましたが。あの男が全ての情報を握っているとは限るまい。この国の人間がよそ者を敵視しているならなおさらじゃの。あんな立派な人なのに。思い出しました。確かカルバレースの首都カルビオラに神殿の支部があったはずです。そこに神の目が運ばれた可能性は高そうじゃの。カルビオラはどこにあるのだ？それも聞いたよ。ここチェリコを出て北の方角だって。行ってみよう、リオン。グレバムがいるかもしれない。早くカルビオラに行こう。炎天下を歩くのはゾッとしないわね。文句を言っても始まらないわ。我慢しなさい。カルバレースの首都カルビオラはチェリコを出て北の方角です。カルバレースの人たちは過酷な環境で生活しているんですね。よその国に移住することもままならず、いざ移ってもいろいろ大変だって聞いたことあるわ。自分がカルバレース出身だってことを秘密にしている人間もいるみたいね。バルックさんの目標が叶ってここが住みやすいところになるといいけど。そうだな。バルックさんに会えてよかった。いい話を聞けたよ。あの方の基金活動がうまくいくといいですね。大声で人助けとか言ってるやつが必ずしも善人とは限らないけどね。ルーティン？あ、ごめん、なんでもないわ。今のは忘れて。オベロン社ってのは世界中に支部があるのか？はい、本部はセインガルドにあり、そこから幹部が各地に派遣されています。つまりあのバルックもオベロン社のエリートってわけね。なるほど。首都カルビオラはチェリクの北ですよ。なあなあリオン。スター、あんたも懲りないわね。散々リオンに冷たくされてるくせに。諦めずに話しかけていればいつか仲良くなれるもんさ。ジョナサンの時もそうだったし。ジョナサンさんってスタンさんのお友達ですか？うん。今頃どうしてるかな。きっと毛を刈られて丸裸だな。羊の話？なあディムロス、ソーディアンって磨いた方がいいのか？あんたいきなり何言ってんの？いやだって手入れしないと錆びたり刃こぼれしたりするだろ。大丈夫なんじゃないの？よく知らないけど。でもほらディムロスのここ。それはただの汚れだ。気づいているなら拭き取らぬか。ここがカルビオラ。やっと着いたのね。あつー。
あんたたち旅のもんかい？どっから来なすった？チェリクですわ。そうかいそうかい、暑い中ご苦労だったね。急に口調が優しくなったな。ストレイライズ神殿へ行きたいんです。どこにあるか分かりますか？あんなくだらんもの、いくらこさえたところで無駄だよ。私らには私らの神がいる。よそ者の神なんぞに用はない。神殿とやらがあるのは町の北さ。でもあんまり関わるんじゃないよ。ありがとうおばさん。前にアイルツ司教様に聞いたことがあります。カルバレイスは独自の信仰が根強くて不況に苦労しているのだとか。神様までよそ者扱いなのか。グレバムの足取りがつかめるかもしれません。カルビオラの町にあるストレイライズ神殿を探しましょう。カルバレイス独自の信仰とはどのようなものなのだ？自分たちを神の末裔と位置づけ、祖先である天上神を崇めるというものです。かつて自分たちがいた神の世界に戻ることを至上の目的にしているとか。まあ誰が何を信じようと勝手だけどね。本当の神様だったらよそ者とか関係なくみんなを幸せにしてほしいよな。